仕事しないとなんかかそってく自分がっていうかね、無理無理、楽しくないんだよね。楽しくないっていうのもあるし、あのどうしてもやってますってアピールできないから、きつい。あのね、不利言ってたもん、その点数っていうかマネージャー言ってたもん、あのどうしても、まあ、そうでしょうね、そ在宅はいくらできる人でもコミュニケーション不足だっていう、あのコメントつけられちゃうよって言ってたから、難しいんだよね。納得いかないよね。でもさ、このコロナ禍でそういう風にさ、させられてさ、そういう評価つけられるのちょっと納得いかなくね。まあね、だから俺も出るよ、毎日出ますよ。あ、今日終わったんだよな。まあいいや、明日出社した時に、要は全体会の時に出ませんか、で出ますか出ませんかってやつで、うん、50% 切ってれば 出れるんだけど、うん、その回今日出てないから俺。そう、出たい本当に。でもね、そっちの方がね、まあ確かに感染金もらって帰ってくる可能性のリスク高いかもしれないけど、ワクチン打ったし、私が危ないでしょ。まあ、大丈夫、まだ期間だし。ただ、もういったね、この電気代が値上がった、そう、この状態で在宅ワークさせられて。かといって在宅だからってなんか手当て出るわけでもないし、今日そういえば会社休んでもいいのかなっていうぐらい元気だったよ。いいあ、でも解熱剤飲んでなかったらきつかったかも。うん、多分それ結構足がほら早め早めに飲ませたからって元気なだけだよ。あのね、飲まなかった昼あたり、切れた昼あたりやばかったでも、うん、だから、うわーってきた、なんかすげえ体がだるいぞってなって、あ、これ熱だなと。だけど解熱剤飲んでそんだけ元気なのもすごいけどね。みんな解熱剤飲んでも結構辛い人は辛そうにしてるけど。あ、ほんと、ああ、蛍光体なんだよ、だから。クソ、よりによって明日からイベントありやがって。クソ、あいつ無糖か。あ、ほんと、チャリ無糖もいた。前日に告知するっていうコナミのやり方あるあるですな。あ、行きたいな。説明し、行けるね、バンバン。微妙に長いんだよ、ここ。何あと変な声出すのやめて、びっくりするやつ。間に合うかな。でも全国で300名ってあっという間になくなるよな。一日で俺、歩行者いないよな。いない、多分1日でなくなるかな。でもね、町田ラウワンやってる人俺以外見たことないんだよ、あんまり。あの常連で、じゃあワンちゃん、ちょっと明日だから遅くなる、一気にガーってやるから、うん、うん、できるかな。でも明日ずっと行って閉店までやるから、それ非常食持ってこうパン買ってこう。そっか、じゃあちょっとあそこ、あ、声優寄らなくちゃ、ポイントも入ってくるわ、うん、どっか寄る、他いつ、いや家帰ったら声優寄る。遊ばない、声優だけ寄って帰る。あ、今日の話、そう、声優寄ってどこで買おうかな、どこで買おうかな。とりあえず私は安いパン、家戻ったらポプの散歩行くぐらいだけど。ああ、散歩一緒に行く。ないんだよね、地下数行ってもおかずしかないから、おかずと惣菜とかそういうのしか、ああ、惣菜じゃねえや、同じだね、おかずと鮮魚とか肉しかないから、パンって安くなんないじゃん。あ、ドンキ行けばいいのか。でもパン安くなった頃にはね、ほとんどなくなってる。いや、だドンキ結構残ってる。ドンキ、だってドンキの美味しくないっていうイメージがあるから、ね、みんな美味しくなくたって胃に入ってるよ。運がいいとね、ダイエーのね、あそこのベーカリーの花が出てるの。いや、ダイエー寄って、ドンキ寄って、声優寄って帰る。寝るちゃいね、声優はね、値引きが戦略しなくなったね、ほんとに。あれ戦略なんだろうけど。うるさいよ、お前。泣きたくなるぐらい反抗したくなったね。多分ないと思う、反抗にしないと思う、あそこ。よくて7割、6割。あー、間違えた。3割、4割引き。
ったと。後ろあないんだ。何が？右折。自差式ないんだ。まあ、バックミラーで確認したけど、なんかカメラがバックミラー。かわいそう。まあでもしょうがない。これああチャリかと思った。もうそうなっちゃうんだよな。変な構えちゃうよな。チャリバックこうやってブン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 くると。まあね。まあ突然横断してくるからね。頭突然来るから。鳴らせばいいんですよ。もう全部ツイッターにさらしてる。腹立つから。ヒヤリハットのネタにしよう。ヒヤリハットどころじゃん。ハットハットハットじゃん。全部これが年寄りですっていうところがポイントですよ。年寄りももうチャリンコ乗るなって感じ。危ねえし、ぶつかってくるし。ブロンコビリー。あーサラダバーか。サラダバー飽きんだよね。飽きるねっていうか、いや。サラダバーの楽しいのはなんかスイートコーンがいっぱい食えるぐらいかな。でもさ、なんだかんだで家でスイートコーン集めて食った方が安いじゃんっていう風になるよ。スーパーで缶詰買った方がな、あのちょっと砂糖入ってるから甘くて美味しいし、あっちそのっちのコーンの方が好き。あのちょっと味ついてる、あの何の無味なやつ買った時ら死ぬかと思って美味しくなさそう。あれね、なるほど、これはそのままで食っちゃいけないトウモロコシだったかと思って、これサラダとあえて初めて役に立つコーン。あ、本当に飲みすぎて白目向きそうだ。コストコのハンバーガー食いたくなった。チーズ、チーズはねえや。ソーセージにパン挟まってって単純なやつだけど、あれがなんか好きだよ。お、カインズ多いぞ。いや、歩行者待ってただけじゃん。なんでここの横断歩道とか横断歩道はちょっとあれ私の中で結構腑に落ちない。なんか開いてるかな。開いてないね今日は。1個開いてんじゃん。え、どこ？ここでしょ。もう他に車が止まらない。別にそこでもそこでもいいし、別にそこでもいいし、まあいいや。もううるさいよ、あんた少しだもんね、あんたはね。うん。ね、消せないんだよね、あの横断歩道。あんのに横断歩道渡らねえっていう人の無心理。横断歩道渡ったら死んじゃう病気にもかかってんじゃないかな。本当に死ぬよ、あれ。死ぬよっていうか、死ぬ勝手に…何？わかんない。携帯じゃねえか。そう。別に、あの人たちが勝手に死ぬ分にはどうでもいいですよ。こっちが引いたら嫌だよ。ちょっと、痛い痛い痛い。